めてくださっています。また信重は、一般公募でご参加の中澤博正さんがお務めでございます。確かシャーナマルで大人気のこの正幸様も、はい、常に上を目指していらっしゃった方で、はい、正幸様が今着てらっしゃる甲冑に、はい、はしごみたいな形がありますよね。はい、登りはしごといいまして、はい、出世を意味するはしごって登りますよね。登って上まで登るっていう意味を込めて、この胸元に箸を入れてらっしゃるんです。はい。はい。あ、信重、雪村が参りました。雪村校ですね。もう今のサラダマで、はい、主人公の。はい。信重はね、中澤博正さんが務めています。もう本当に今回のサラダマルで。ね、雪村信重は皆さんに本当にまた一段と知っていただくことになりましたよね。そうですね、はい、雪村っていう名前がね有名すぎて聞いたことがあるなっていう人は絶対いるんですよね、でも本名は信重、先ほどおっしゃったように、ね、武田信玄公の弟文武両方の信重様からお名前をいただいたということで、はい、その信重にの後から桐さんが来ていますね。キリさんは高梨ナイキ、松屋行きの重心の高梨ナイキの娘さんで、信重 の、まあ、あの幼馴染 でその後、まあ、側室になったと言われてるんですかね。そうですね、絵画では、ね、はい、まだそこまでは言っておりませんけ ど、ね、シリーズではあのずっと側室で、かなり一男、一子ですかね、はいはい、お子様を設 そうですね設けてるみたいなんですけど、はいはい、この、 あの桐役は一般公募で大阪からご参加いただきました佐賀真由さんが務めてくださっています。あ、すごい可愛らしいお方ですね。さすが姫です。はい、今ちょうど画像に映ってらっしゃるのは、はい、村松様、雪村のお姉様ですね。お姉様ですね、はい、次のね小山田重信村松隊ですね。はい、もうそうですね、重信さんがもう行っちゃったんですね。あ、そうですね、はい、小山田重信、実は小山田重信は実は小山田家の14代高脇様が務めてくださっていました。そして今の村松殿ですけれども、松さんとしてまだね真田丸では出ておりましたけれども、はい、ね、元気いっぱいのお姉様ですね、はいはい、そうですね、でお姉様小山田家へ嫁がれたわけですけれども、ま、村松役は一般公募で千葉県からご参加くださいました野村ひとみ様です。はい、実は私の友人なのです。あ、そうなんですね。いろんなところの、ね、合戦にも一緒に参加したりとかして、そうですか、はい、すごいあの元気いっぱいのまさにお姉さんみたいな感じなんです。そうですか、とっても松さんを、ま、明るく、はい、あの描いてますよね、あのドラマの中でも ね、かなり雪村もお姉さんを頼りにしてたみたい で、まだドラマの方ではどうなってるのかまだ進んでないんですけど、もう手術では、あのお姉さんに何通かお手紙を出していたり、 そうですね、はい、それが、はい、今のところで結構残ってるっていう話も、ね、残ってます、はい、小山田家にも残っていまして、ね、そうですね、かなり夫婦仲も良かったみたいな感じで。そうなんですね、すごい、まあ、今年は馬がすごいですね。そうですね、いつもの年より仕事多くなっていまして、はい、ちょうど折り返しですね。またね、姫が戻っていらっしゃいました、はい、はい、ここはあのちょうど行って帰ってくるところ で、ね、はい、重なっていますが、はい、カメラは憧れ隊の皆さんですね。今回はね、戦国憧れ隊全国いろんなところからおいでくださっていますね。群馬県からの方、埼玉県、神奈川県、
山梨県、愛知県、それから秋田県、新潟県、そしてこのすぐお隣の千曲市からもご参加いただいております。非常に大勢の方が、ね、来てくださっています。あの憧れたいというだけで皆さんおのおのの甲冑のこだわり方が すごいですね。前立てにもいろいろな工夫が、蝶つがいの方もいらっしゃったり、角の方もいらっしゃったり、前立てにもいろいろ意味があるので、そうなんですね、ご自分というのを、ね、証明するために。今回いろんなところから、ね、いらっしゃって憧れたいなんですけど、はいはい、実はあの上田で去年コンテストで選ばれたサラダ雪村の7代目の方も出陣されていらっしゃるということで、ああそうなんですね、縦サークル新というところからも、ね、はい、いろんな、ね、イベント参加されていらっしゃるということで、はいはい、そうですね、今回今年松下にもその方たちはちょっとまたこの後、この後でした、申し訳ございません、多分お見えになると思いますけど、はい、今の中にはいらっしゃらなかったんじゃないかと思います。さようでございます、はい、これは大変失礼いたしました。はい、今ちょうど画像では出ました。いえ、小さなお子様、白い甲冑の、そうですね、松代甲冑隊がこれから、え、多分ね、その仲間のところで、うん、多分あの上田の方とか、あ、はいはい、小諸の方が一緒に歩いてくださってると思います。小諸から、ね、いらっしゃってる方もいるってお聞きしておりますね。そうなんです、はい、あ、ちょうど今小山田さんが我々の目の前に、ね、そうですね、出てきました、はい、本当に今年はあのお客様も大勢見えてくださっていますね、沿道も、ね、はい、去年は先ほどね、なんかすごくあのお天気が薄くて暑いくらいだって言って、今年はすごい、逆にすごく気持ちいいお天気になりましたね。なりましたね、そうですね、雨でもなく風も吹いてていい感じに、はい、甲冑って意外にあの30キロあるって重いのですね、この練り歩くだけでも大変な活力もいるので、ね、ちょっと皆様にはいい感じにお過ごしされるような気がします。今戻ってきたあの憧れ隊の方がこの前通ってますので、そうですね、本当にさまざまな思い思いのこだわりを持った甲冑を着てらっしゃる、ね、少し忍びっぽい方もいらっしゃれば、信玄公を模したような形の方もいらっしゃいますね。大普遍者前田利家、あ、前田利家はおじいさん、前田慶次ですね、大普遍者。お、ちょっと演舞が始まりました。はい、いいですね、この街の木、いいですね、皆さんもね、一緒にね、おーって言われるとかなりね、元気出ますからね。そうですね、素晴らしい、素晴らしいですね。今憧れ隊の方なんですかね。さすが憧れ隊ですね、もういろんな盛り上げ方があって、ね、素晴らしいですね、はい、次じゃあ松代甲冑隊の皆さんですね、の隊ですね。あの本当にね、松代今甲冑をたくさん作って、いろんなとこ甲冑隊としていろんな活動をしてくれているんですね、はい、まあ、あの松代甲冑隊の人たちは厚紙と紐を使って本物そっくりのものを作っているので、あの30キロまではないんでしょうけれども、ね、でも本当に今大勢の方が作りましてね、なんかいろいろ工夫されてらっしゃるので、色がね、いや、こだわってます。そうですよね、皆さんやっぱりこだわりを持って作って、さすがですね、それぞれの甲冑になっています。えい演舞も少ししていただきました。白い甲冑のね、小さな武将さんがいらっしゃいますが、そうなんですよね、
多分ね、あの子あの5年生だそうなんですけど、うん、もっと小さい時からやっていて、あれもきっと何着目かの、うん、あ、甲冑だった、ね、甲冑はね、自分のためのね、体に合わせて作るもんですから ね、 そうですよね。成長とともにね、これからもたくさん何両も何両も作っていただきたいですね。多分そうだと思いますね。今カメラの前には、はい、縦サークル新の方が、そうですか、先ほどちょっとお話しいただいた、はいね、はい、上田市からご参加いただきました縦サークル新の方たちがね、ちょっと演舞してくださってますね、はい。ご自分がね、いやいやいやとかするもんではないので、大変難しい演技なんです。ちょうど先ほどの松代甲冑隊の方も折り返してね、そうですね、またいただきましたね、はい、松代甲冑隊の方は本当にいろいろな甲冑を作りになってらっしゃるんですね。やっぱりね、やっぱりこだわりを持って自分はぜひこれをと、でもあの次から次と2つ目3つ目と作っていらっしゃる方なんかはまたいろいろなあのね、ちょっとね、観光客が目の前にいらっしゃるのでちょっと見にくいかもしれないですね、はい、今ちょうどあの先ほどの上田の方ですね、はい、上田の本日の上田さんが雪村子を1年間ずっと、はい、そうなんですか、ね、あ、はいはい、案内目の方と、はい、それの、ホッケ殿が、はい、今ちょっとこれ、あ、やってくださってたんですね、見合わせをね、はい、大丈夫です、自分が見てね、西村さんの名前を手に返して、あ、そうなんですか、はい、また違うところに、雪村さんのようなので、そうですか、来年のね、雪村さんも新たな方がね、なるといいんですけど、どうしておもてなしの方ですね、どうしてこっち来るのか、はい、はい、それではね、越後上越上杉おもてなし武将隊の皆さんが今この角に到着いたしました。先ほど ね、 あの ねパレードが始まる前に少し、ね、あの演舞というかステージ上で、ね、ご披露させて、そうです、ね、いらっしゃいましたね、はい、で上越の方でも、ね、日々おもてなしをされていらっしゃるので、はい、固定ファンもすごいで す、 です、ね、私も大好きです。あ、そうですか、はい、いよいよですね、はい、今あの先払い隊が登場しましてね、これはあの幕町という地籍があるんですけど、そこに松葉会というとこあの会を作って、はい、毎年この先払い隊をやってくださっているんですね。先払い隊というのはあの尺上で間を払うみたいな感じですね。下にというふうにやっている、なるほど、行列、そうなんです、そうなんで す、 です、ね、でその次がこの真田祭りやりふり保存会の方が今、はい、やりふりを、あ、そう、遠いところから、はい、やるんです、かなり目立ちますね、目立ちます。
江戸幕府に入ってから参勤交代とかでね、よくなられるときによく通るときに下に、ああ、そうですね、下にみたいな感じで行かれる感じですよね。このやりくりも毎年ね、あの皆さん、まあ、前からずっとやってらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、あの新しく入られた方なんかはきっとこのやりをこれ結構重いものをこう投げたりするので ね、大変なんですね。普通にただね練り歩くだけというわけではないですからね。そうなんですね、はい。ゆるさげからご参加の赤井陽様、清水隆夫様、野村清様、茨城県からご参加の上田由紀香様、北島県からご参加の秋江陽紀様、峰清美様、村田由紀香様、間違えてこっちですよ、違う違う、山田県からご参加の大津田由紀様、ちょっとこう、ここなんだけど、こういったこういったこうなんだよ、これも今、最高だから、こっちいらっしゃるじゃん、インタビュー、あのね、行列、さっきまではこっち行ってこうだったでしょ、こっちへ直接行くようになってたの？知らない、あ、こっち行っちゃってるじゃん、そこで休んでたから休憩中聞いてるんだ、いやいや、もう行っちゃってるだって、信之なのに、知らない、それ松田さんじゃなくて真原さんの方が来てんじゃねえ、宮下製麺所に行ってね、でまた来ない、製麺所行ってまた町歩きセンター来るんですよ、だからそこまで行ってこう戻るっていうのが普通なんだね、今やりたいの方ですかね、特に衣装が戸惑いというのもされてらっしゃいますね、そのとかさっきから行っちゃった、もう途中から、はい、それではね、いよいよあれですね、真田信之隊ですね、松代藩、江戸時代松代藩の初代藩士の真田信之の隊が来ましたね、はい、はい、もちろん真田信之役は、現在の14代当主の真田幸吉様がお務めくださっています、最後の方じゃないですか、もうかなり今パレードも最終公演に入ってる、そうですよね、14代目がにこやかに手を振ってくださいます、 あの方、真田さん、そう、教授されてらっしゃるっていう話もですね、お聞きしたんですけど、現代では教授、は後が後ならばお殿様でございます ね、この松代藩、まあね、ここがまだ戦国時代じゃなくて、真田ね、盛んだったらお殿様ですよ、お城にいて、そうですね、家来を連れてね、皆のもんなんてやってますよ、下に下にっていう感じですね、先ほどのように、本当に言ったかもしれませんね、そうです、あ、で、信之様に続いて、あの妻の小松姫様がいらっしゃいましたね、あ、この前本田忠勝公ですか、あ、忠
忠和子がいらっしゃいました小松彦のお父様ですね。あ、戦では傷一つ負わなかったという猛将です。で、なんだっけな、家康の養女として、はい、お嫁いたんですよね。そうですね。そうでした。そうです。一旦、ね、自分の娘の忠勝の娘、うん、小松姫を家康様に養女として、うん、そこから真田と血を結ぶために徳川と真田が手を結んだという形でご夫婦になられたということですね。我々ですね、はい、よく小松姫は小松姫って言いますよね、はいはい、だけども小松殿とかっていう人もいるけど、なんか小松のもう一つの名称でございますか。あ、そうなんですか。稲姫ですね。田中子が稲姫という名前らしく呼んでいるのは、幼少の頃に呼ぶ、家族口で呼ぶような名前ですので、で正式というかね、外で呼ぶのは小松姫、うん、地名を取った名前だと思われますね。だから本来ならば小松姫で、うん、稲姫っていうのはまた違う感じの名前なんですけど、でもやっぱ自分の娘はね、可愛いもんですよね、うん、いつまででももうちっちゃな頃から稲姫、うん、稲姫なんて呼んでいきたいものですね、うん、で、さっきの小松殿っていうのは何か呼び方の違いなんですけどね。殿というのはそもそも位の付け方によるものなので、うん、下のものは名前の方に対しては様と言いますよね、うんうんうん、それと感じで対等もしくは下のものに向かって殿みたいな感じ、小松殿みたいな感じで言うんですよね。なるほど。もう我々はもうまさに雲の上のお方なので、うん、小松様とお呼びするような感じですね、うん、あ、なるほど。小松姫じゃなくて、いやいや小松姫とも言いますけど、本来姫はね、あんま表に出るような形ではないんです。あ、そうなんですね。屋敷の奥の方に残ってらっしゃる、もうほんな見られるような感じの方ではないの。まだその行列とはね、特に関係ないんですけれども、はい、初代の藩主の信彦は、はい、1622年にこっちにお出になったんですよね、松城に。そうですよね、異譜としてこちらにされて、はい、その時には小松姫いらっしゃらなかったんですよね。あの方は1620年に上田で亡くなっちゃったんですよね。そうですよね。なんかそのこちらにいらっしゃった時にはすでにお他界されてらっしゃる、いらっしゃらなかったんですね、うん、で、はい、小松姫って祭るですごく有名じゃないですか。そうですね。それだけ人気があるんですよね、うん、で、信彦は正室の小松姫がいらっしゃらないと、はい、で、側室の方はたくさんいらしたんですか。たくさんというわけではなかったと。小松姫、名前はそんな残らないんですよね、そもそも。ああ、なるほど。正式、うん、正室と呼ばれてる小松姫、正室ですね、はい、で、側室と呼ばれてる姫が何名かいても、うん、結構、位によっては、うん、名前を歴史に残さないというのも多いんですよ。あ、だから今でこそ研究が進んで名前がだんだんと分かってきてるというのもあるんですけど、うん、もう昔の家系図とか見ると、うん、女で止まってる時があるんです。このすごい有名な武将様でも、うん、家系図の下の自分の娘と息子の名前が残らないっていう時もあるんです、うん、結構やっぱ、生き残った方がこうちゃんと、ね、うん、伝えていかないと、うん、そういう歴史のやつもなくなってしまうということですね、残念ながら。そうすれば、まあ変な話、はい、当時の方たちは小松姫っていう名前を知らなかった方もいらっしゃるということですかね。そんなことはないですか。でも下々の方、下々というか農民とか、という方、ええ、本当に位の低い方は姫って通っていらっしゃるので、ええ、名前を知らないという方も結構いらっしゃったと思いますよ。そうですか、はい、だから本当に名前を読んでいいっていう位があったんですね、うんうん、だから農民にちょっとがもうちょっと位が高い旗本と呼ばれているような感じの人たちは名前を呼べるっていうこともあって、本当に広く知れ渡ってるっていうわけではなかった。なんとか様のお姫様みたいな感じで、そういうこと、うん、上に人がやったとこの下みたいなこのつなぎで紹介されるみたいな感じが多かったんです、ね、あれは何々城のお姫様だみたいな感じで、うん、そうですか。それはもう一般的にそうだったんですか。そうだと思いますね。そうだと思いますねって、ここで曖昧な感じで申し訳ないですけど、うん、私は全然詳しい方はぜひぜひ
教えてください。あのー、パレードが終了したこれで終了ですか。マルさん、これで終わりですか。いや、また行列は戻ってきますね。あ、で戻ってきますね。じゃあしばらくここでお待ちいたしましょう、うん、それではそちらちょっと地域の方にね、はい、できましたらインタビューなどしたいと思うんですけど、ね、そうですね、今見た方にインタビューしてきてください。そうですね、じゃあマルさんこれ、はい、じゃあ私インタビューしてまいります。待ってらっしゃいませ。